生意気な嫁だな。今すぐ出て行け。そうよ、あんたなんていらないんだからね。そう言って私を追い出そうとしてきた義父と義舞。私はその言葉に歓喜した。え、本当にいいんですか？ありがとうございます。それじゃあこれからの家事はすべて自分たちでやってくださいね。義父と義舞は私が本気で出ていくとわかると一気に顔面蒼白になった。私の名前はのぞみ、25歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して1年になる。私たちはもともと高校時代の同級生で、大学生になってから付き合い始めた。そしてお互いが社会人になって2年ほど経ってから、彼にプロポーズをされて結婚することになった。結婚式ではたくさんの同級生たちにお祝いをしてもらい、幸せな思い出を作ることができた。それから私たちはとても幸せな新婚生活を送っている。夫はとても優秀で、外資系の大企業に勤めているので、家事の負担はかけられないと思い、私は寿退社をして専業主婦になった。毎日一生懸命に働く夫のために、家の掃除や料理を頑張るのは幸せだった。いつも本当にありがとう。仕事が大変だとしても、のぞみが作る手料理が待っていると思うと、頑張ろうって思えるんだ。本当にいいお嫁さんだよ。そんな真面目に褒められたら照れちゃうでしょ。でも嬉しいわ。私も家事を頑張ろうって思えるから。私たちは常にお互いへの感謝を忘れずに伝えていた。だから結婚して1年が経っても一度も喧嘩をすることなんてなかった。いや、そもそも付き合っていた頃を入れた6年間の間で夫と喧嘩をしたことはない。それほど私たちは相性がとてもいいのだろう。この先も2人で幸せな結婚生活を送るのだと私はそう思っていた。そんな中、ある日夫に義実家からこんな連絡が入った。え、母さんが？それは突然のことだった。義母が事故に遭い病院に運ばれたのだ。私と夫は慌てて病院へ。お母さん、大丈夫ですか？ああ、のぞみさん、まさと、よく来てくれたね。よかった、意識はあるんだな。ええ、ごめんね、心配かけて。いいんだよ、生きててくれてほっとしたよ。ちょっと病院の先生に話聞いてくるからゆっくり休んでて。私と夫は義母の姿を確認した後に先生のところへ行った。先生、母の怪我の具合はどうなんでしょうか？それが下半身がかなり損傷しておりまして、車椅子での生活は必須だと思われます。そんな。私と夫は絶句してしまった。義母はとても活発で、昔から運動が好きで健康的な人だった。いつもパワフルで、休みの日はよくお友達と山登りに行ったりテニスをしたりと、アウトドアやスポーツが大好きな人だった。だからそんな義母が車椅子生活になるなんて、ものすごく気の毒だ。母にはもう伝えてるんですか？はい。先にいらしていたお父様や娘さんにもお話はしています。そうですか。それから私たちはすぐに義父と義舞と話し合うことにした。義父はまだ50代で定年ではないので、日中は仕事でいない。また義舞の由香は17歳になったばかりの高校生だ。介護なんてする余裕はないだろう。日中は良ければ私がお母さんの介護をしに伺います。夜は俺の手が空いてたら行くし、でも難しい場合はヘルパーさんとかに来てもらってほしいかな。私と夫は自分たちの意見を伝えた。すると義父と義舞は険しい顔をした。ヘルパーなんて雇う金はないぞ。そうよ、そんなもったいないことしたくないし、それに知らない人が家の中を出入りするのも嫌。もし男のヘルパーさんが来たら怖くて落ち着けないわ。
そのように私たちの提案を反対してくる二人。じゃあどうしろって言うんだよ。夫が苦い顔をしながらそう聞くと、義父と義妹は口を揃えて同居しろと私たちに言ってきたのだ。突然の同居の要求に戸惑う私たち。だが義母のことを思うと、その方がいいのかもしれない。夫は一旦検討させてほしいと言って話を家に持ち帰った。父さんたちはああ言ってるけど、のぞみは嫌だよね。うん、もちろん雅人との新婚生活ももう少し長く続けたかったけど、それでもお母さんのこともとても心配だし、私は同居になっても構わないよ。本当に？うん、きっとお父さんもゆかちゃんも突然のことで動揺してるんだろうし。ありがとう、のぞみ。こうして私と夫は義実家に移り住んで同居をすることになった。のぞみさん、マサト、私のためにありがとね。迷惑をかけてごめんね。新婚なのに同居になってしまって。何言ってるんだよ母さん、そんなこと気にしなくていいんだよ。そうですよ、これから何かあったら何でも私たちに相談してくださいね。私は義母がとても好きだ。まだ夫と付き合っている頃に彼の実家に遊びに行った時に話したことがあるのだが、その時にすごく優しくしてくれて、私は一瞬で義母のことが大好きになった。結婚してからも変わらず私によくしてくれて、一緒にカフェに行ったりテニスをしたこともあるほどだ。だから義母の介護は全然苦ではない。実際に同居を始めてからも義母と関わる時間はとても幸せだった。日中に義母とゆったりした時間を過ごしていると心が癒される。義母との同居だけなら私は全然幸せだった。だが義実家での同居での悩みは別のことで絶えなかった。おい、なんで私の靴下が乾いてないんだ。すいません、まだ別のものが何足かあるので、これは急ぎではないと思いまして。ふざけるな、俺は全部の中からその日履きたいやつを選んでるんだよ。今日はこの靴下の気分だったんだ。それがあんたのせいで台無しだ。すいません、気をつけます。まったく使えない嫁だ。ちょっとお姉さん、私の朝食はまだ。今用意するわね。早くしてよね。っていうかお弁当もうちょっと可愛くしてくれない？なんていうか彩りを良くして、使う容器とかも女子力高いやつにして。わかったわ。義父と義妹は私をまるで家政婦かのようにこき使ってきた。ただ家事をやらせるだけならまだしも、二人ともどうでもいいレベルのこだわりがあって、私はいちいちそれに合わせなきゃいけないから大変だ。そしてちょっとでも私が二人の言う通りにできないと、烈火のごとく怒り狂う。一体親からどういう教育を受けてきたんだ。こんなにポンコツな女初めてよ。そんな風に二人から罵倒され続けるので、私はかなり精神的に参っていた。夫は仕事がかなり忙しいから夜遅くに帰ってくる。義母も安静にするために基本的に自分の部屋のベッドの上で過ごしていることが多いので、今では私と義父と義妹の3人になることが多い。2人ともその時を狙って私を攻撃してくるのだ。だから私を守ってくれる人はおらず、私は一人で抱え込むしかなかった。夫は本当に仕事が忙しそうだからなかなか相談できないし、その後も義父と義妹の要求はどんどん増えていった。取引先に持っていく菓子折りを明日までに買っておけ。彼氏の分の弁当も用意することになったから、2つ分毎朝用意して。通常の家事以外のことも要求されるようになって、私は毎日ヘトヘトだった。そして他にも彼らはこんなこともしていた。こんにちは。あ、どうも。それは私がスーパーで買い物をしていた時のこと。
ご近所さんに挨拶をされたので、私が挨拶を返すとこんなことを言われたのだ。ゆかちゃん、よく家事を手伝ってるんですってね。え？高校2年生で料理もたくさんできるってすごいわ。それにお母さんの介護だって手伝ってるんでしょ。お弁当も自分で作ってるって言うし、よくできた娘さんで尊敬するわ。いい義妹を持ってよかったわね。はあ。なんと義妹はご近所さんに自分が家のことをいろいろと手伝っていると嘘をついているそうなのだ。現実は家事を一切しない、介護なんてしたこともない、弁当は彼氏の分まで私に作らせるという感じなのに。そうやって自分を偽ってよく見せようとしていることに呆れた。だったら全部ちゃんとやってほしいわって思う。そして義父についてもそうだ。私は義父に家に忘れたものを届けに来いと指示されて、一度だけ義父の職場を訪ねたことがある。その時に義父は部下の人と一緒にいて、今まで私に見せたことないような笑顔を見せてきた。ありがとう、わざわざ届けに来てくれて。よくできた嫁なんだよ。部長がご家族に優しいから、ご家族からも慕われるんですね。よく高級レストランに連れて行っているって聞きましたよ。え？奥さんラッキーですね。羨ましいっす。こらこら、お前は自分が女性をそういう店に連れて行けるように頑張んなきゃダメだろ。義父はどうやら家族思いの優しい父親みたいな感じで職場で通っているようだ。義父も義妹のように外面をすごくよくして嘘を流しているようだ。親子そっくりで本当に呆れてしまう。家の中では理不尽の極みみたいな怪物親子なのに、外では人格者のように扱われていて、私はすごく腹が立った。私がどれだけ我慢をして二人のわがままを聞いていると思ってるのだ。私はそういった事実を知ってイライラがかなり募っていたのだろう。ある日二人に反抗をしてしまった。お姉さんって本当に料理のメニューがワンパターンだよね。まったくだ。少しは料理本とかを見ながらいろいろと凝ったものを作ったらどうなんだ。専業主婦なんて暇なのに時間の使い方が下手くそすぎるんだよ。そんなことを言われて私はカチンときた。だったら自分たちで作ればいいじゃないですか。私はお母さんの介護もして他の家事もした上で、あなたたちのご飯も用意してるんですよ。少しは自分たちで用意してください。なんだと？何この女、腹立つ。私が初めて反抗すると二人は顔を真っ赤にして怒った。そうか、あんたがそういう態度を取るならこっちも考えがあるぞ。そう言って義父と義妹は顔を見合わせてニヤッと笑った。今日はもういいぞ。あんたのその飯なんて空気にならん。私とゆかは寿司を食べに行ってくる。わーい、お寿司だ。お姉さんは一人で寂しく自分が作った料理を食べてな。そう言って義父と義妹は外に出て行ってしまった。一体何なんだ。でも二人がいない方が私にとっては幾分かストレスが減る。落ち着いて食事に集中できるし。だがそれから数日後、義父と義妹のあの不敵な笑みの理由が判明した。こんにちは。あ、どうも。私がスーパーで近所の人に挨拶をするとすごくよそよそしかった。どうかされたんですか？私はなんだか嫌な気分になったので思い切って聞いてみた。するとご近所さんはこんなことを言ったのだ。あなた、ゆかちゃんに家事を全部押し付けてるんですって。え？ゆかちゃんが善意で手伝っていたのに、だんだんといろんなことをやらされるようになって、今はすべての家事をゆかちゃんがやってるって言ってて。よそ様の家庭に口を挟むのはよくないけど、でもあなたちょっとひどいと思うわよ。ゆかちゃん、すごく辛そうにしてたわ。高校2年生なんて、青春をするすごく楽しい時期なのに、
家事を全部やらされていたら、そりゃ苦痛でしょう。なんと義妹は、ご近所さんに根も葉もない私の悪評を流していたのだ。私は呆然とした。まさかこんなことまでしてくるなんて。そういえばここ数日、義妹がよくニヤニヤした顔で私のことを見てきていた。きっとこのことだったのだろう。私がご近所さんから咎められ、落ち込んでいる姿を見たかったのだ。どこまでも低俗で、私は義妹を軽蔑した。だが実際、私はかなり精神的に傷つけられたので、義妹の攻撃は効果的だったようだ。のぞみさん、大丈夫？え。ある日、日中に介護をしている時に義母にそう言われた。お父さんとゆかが、いろいろと迷惑をかけてるんでしょう。私はもう隠す余裕がなかった。義妹と義父はいつも義母の部屋に聞こえないように私を攻撃してきていたが、たまに声を荒げたりするので、その時に義母の耳にも聞こえていたらしい。内容まではわからないけど、なんだか理不尽に怒っているような気がしたの。私は足はこんなことになってしまったけど、頭はまだ働いているわ。だから何でも相談してね。お母さん、私は義母にそう言ってもらえて、今まで張り詰めていた糸みたいなものが切れた。そして涙を流しながら義母の胸に抱きついた。そんなに苦しんでたんだね。気づけなくて本当にごめんよ。義母が味方してくれて私は心強かった。それだけで私は一気に楽になった。そして義母は夫に話してくれたようだ。私は忙しい夫に遠慮していたのだが、夫はわざわざ時間を作ってくれた。ごめんのぞみ、俺、夫失格だな。まさか父さんとゆかがそんなことをしてたなんて。私の方こそずっと言えずにいてごめんなさい。もっと早く相談すればよかった。夫と義母は全面的に私のサポートをしてくれると言った。そして私たちは、ある作戦を考えて実行することに。私はその後も義父と義妹から、当たり前のように罵倒をされ続けた。二人とも息を吐くように私を攻撃して、ストレス解消をしているようだ。私が全く抵抗しないことをいいことに、ニヤニヤしながらひたすら私を攻撃してきた。そしてそれから三週間ほどが経った。準備が完了したので、私は最終仕上げにかかることに。おい、なんで飯が用意されてないんだ。私たち、お腹ペコペコなんだけど。今日は疲れたので、自分たちで用意してください。はっていうか、私の料理はワンパターンでつまらないんでしょう。またお寿司でも食べに行ってくればいいじゃないですか。私がそのような態度をとると、二人は顔を真っ赤にして怒った。なんだその態度は。貴様は嫁に来ているという自覚がないのか。お父さんたちは、理不尽なことを私にいつも要求している自覚はないんですか。うざ、マジで腹立つんだけど。生意気な嫁だな。今すぐ出て行け。そうよ。あんたなんていらないんだからね。そう言って私を追い出そうとしてきた義父と義妹。私はその言葉に歓喜した。え、本当にいいんですか。ありがとうございます。それじゃあこれからの家事は、すべて自分たちでやってくださいね。え、二人とも目を丸くして私を見た。ちょっと待て。出て行く気なのか。何を言ってるんですか。今あなたたちが追い出そうとしてるんじゃないですか。だから私は出て行くんです。ああ、やっと理不尽モンスターたちから解放されるわ。リフ、モンスター。今までお世話になりました。あ、お世話したのは私か。私はそう言って荷物をまとめ始めた。義父と義妹は私が本気で出ていくと分かると、
一気に顔面蒼白になった。ちょっとあんた、マジで出ていくの？ええ、そうよ。もうあなたたちの子守はうんざりだもの。子守とはなんだ？人をバカにしやがって。そうよ。あんたの助けなんていらないわ。じゃあ問題ないじゃない。あとは自分たちで全部やってね。この家の家事、学校や職場に持って行っているお弁当作り、掃除洗濯、晩ご飯や朝食の準備、すべて自分たちでやるのよ。私がそう言うと、二人とも事の重大さに気づいたようだ。そんな、私あんな可愛いお弁当、自分で作れないよ。彼氏にもお嫁さんにしたいほど、美味しいお弁当だって言われてるし。あら、センスがいい彼氏ね。あなたとは別れた方がいいとは思うけど、それにご近所さんに話していた通りになるんだからいいじゃない。嘘を誠にすればいいのよ。そんな。ゆかを苦しめて楽しいか。全くひどい嫁だ。お父さんにだけは言われたくないですね。なんだと？お母さん、来てください。私は部屋に待機していた義母を呼んだ。なんで母さんを呼ぶんだ？お父さん、あなた不倫してますよね。ええ、不倫？義舞が私の発言に驚いて叫ぶ。何を言ってるんだ。でたらめ言うな。あなた無駄よ。それ以上嘘をつくなら、慰謝料の額を釣り上げるわ。母さんまで何を言い出すんだ。お父さん、私は実はちょっと気になったので、更新所に依頼して調査をしてもらっていたんです。前に職場に荷物を届けに行ったとき、高級レストランによく連れて行っているという部下の言葉、なんだか妙に引っかかってたんですよね。もしかしたらただの見栄ではなく、よく連れて行っている女性がいるんじゃないかと。そしたら不倫相手とレストランを出入りしていたり、ホテルに出入りしている写真がたくさん撮れました。介護が必要なお母さんを放って、家事をすべて嫁に押し付けて、挙句の果てには、ストレスの吐け口のように毎日罵倒して、あなた人として恥ずかしくないんですか？あんたは最低な亭主だよ。父親としてもね。義母と私に責められて、義父は押し黙ってしまった。そしてその時、仕事から夫が帰ってきた。義舞と義父は何を思ったのか、夫にすがりついた。お兄ちゃん、お姉さんが私たちをいじめるの。母さんまで味方につけて、ありもしない嘘で俺を責めてきてるんだ。なんとかしてくれ。夫の足にすがりつく二人。夫は冷めた目で二人の手を振り払った。俺はのぞみの味方だよ。そして父さんとゆかの悪事はすべて聞いている。夫はカバンからボイスレコーダーを取り出した。これはこの数週間、食卓テーブルの裏に取り付けて録音していた。え？もう言い逃れはできないよ。よくも俺の大事な望みを傷つけたな。俺は絶対に二人のことを許さないから。望みと一緒に、俺も母さんも出ていく。父さんとゆかとは縁を切る。そんな。夫にそう言われて、二人はショックでその場にへたり込んだ。私たちはすぐに荷物をまとめて、義実家を出て行った。実はこの数週間の間に、三人で住むバリアフリーのマンションを探して、契約していたのだ。そして二人への制裁も計画していた。私は録音した音声をご近所さんに聞かせた。みんなびっくりして、私に謝ってきた。こんな辛い目に遭いながら、笑顔で私たちに話しかけてくれてたの？何も知らずに本当にごめんなさい。誤解が解けて本当によかった。その後、義舞と義父は、ご近所さんから嘘つきとして、冷たい目で見られるようになったそうだ。また、義舞は今まで自分で可愛いお弁当を作っていたと、いつも自慢していたらしいのだが、それが急にお弁当を作らなくなったので、
不審に思ったクラスメートに本当は自分で作っていなかったのではないかと指摘されて、どんどん嘘がバレていったらしい。そして彼氏にもバレて、自分を偽ってよく見せようとしたり、家族のことを罵倒するような人とは付き合えないと言われて振られたらしい。義父も今まで私にスーツのクリーニングやシャツのアイロンがけなどを任せっきりにしていたから、現在はしわくちゃのシャツによれたスーツ姿で全然格好がついてないそうだ。さらに義母は離婚と不倫のことを義父の働く会社へ内容証明を送っていたので、降格処分を受けた挙句、誰も義父を慕う者はいなくなったという。家事をする者がいなくなり、家は荒れ放題。そして思春期の義妹にとって義父の不倫は相当気持ち悪かったようで、二人の関係もかなり悪くなり、義実家は崩壊状態だそうだ。一方、私は新居で夫と義母とストレスが全くない快適な生活を送っている。新しい部屋は夫の職場からも近いため、夫は残業をしてもいつもより早くに帰ってくることができている。義母とも相変わらず仲良くできているし、今はとても幸せな時間を過ごせている。これからも私は夫と義母と平和で穏やかな日々を過ごしていきたいと思う。その時、背中にドンという感覚がして、気づくと私は池に落とされていた。キャー、バシャンという音がして、私は全身が池の中に。慌てて立ち上がると、池が浅かったようで足がついた。義母はずぶ濡れになった私を見て大笑いしていた。意外と浅いのね、残念。私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦だ。私は夫のまさとと結婚して2年になる。夫との出会いは職場で、私が異動した先の部署に夫がいた。彼は私の教育係として仕事を教えてくれたのだが、仕事ができて頼れるのでとてもかっこよく見えた。彼は移動して一人で不安な私を気遣って食事や飲みに誘ってくれて、話を聞いてくれた。そういう面倒見のいいところもポイントが高かった。それから何度か食事を重ねていくうちに、彼からデートに誘ってくるように。そして交際が始まった。順調に交際を進めていき、私たちは付き合って2年が経った頃に結婚した。夫は結婚したら私には家庭に入ってほしいと言ったので、私は退職して専業主婦になることに。それからは夫を支えるべく主婦として家事を頑張った。新婚生活は幸せだったと思う。夫はいつも定時に帰ってきてくれて、私の料理を美味しいと言ってくれた。土日はドライブや旅行に出かけて、いろいろと思い出を作った。きっとずっとこのまま幸せな日々が続くんだろうなと私はそう思っていた。そんな幸せな生活に陰りが見え始めたのは、つい最近のこと。義父が病気で亡くなってしまったのがきっかけだった。夫は義父が亡くなると、義母がかわいそうだからと同居を提案してきた。私は正直、同居はしたくなかった。というのも義母のことが苦手だったからだ。義母は一人息子の夫を溺愛しており、私に息子を奪われたと思っているようで、常に敵意を私に向けていた。義実家に遊びに行くと夫には笑顔で話しかけるのに、私にはまるでゴミでも見るかのように冷たい視線を向けて接してくる。私はあんたのこと認めてないからね。台所で不意に二人きりになると、そういう言葉を耳元で囁いてきた。そんな風に私のことを明らかに嫌ってきている義母と一緒に暮らすなんて私には無理だろうと思った。だから私は同居は難しいと夫に自分の意見を伝えたのだが、夫は夫で母さんの方から同居したいって言ってるし、歩み寄ってくれてるんだからさ、と私がわがままを言っているように聞こえているらしい。仕方ないので義母に嫌われていて、
嫁いびりを受けていることを伝えたのだが、夫は信じてくれなかった。母さんが嫁いびり？そんなくだらないことをするような人じゃないよ。母さんは娘も欲しいとか言ってたからさ、仲良くしてやってくれよ。夫にそのように頼み込まれてしまい、私は結局同居を承諾してしまった。だがこれがやはりというか地獄の始まりだった。のぞみさん、お湯の温度が低すぎるわよ。もっと熱々にしてちょうだい。あなたまだトイレ掃除してないの。本当にのろまね。昼ご飯もワンパターンだし、料理も下手なんていいところゼロじゃない。一体どういう教育を受けたらあんたみたいな出来損ないが出来上がるのかしらね。本当にひどい言いようだった。私からしたらそんなことを堂々と言いまくるあんたの親の顔の方が見てみたいよ。何よその目は。なんか文句でもあるのかしら。いえ、私は最初は特に反抗もせずに義母の言う通りにしていた。そのうち嫁いびりにも飽きてくるだろうと思っていたからだ。だが義母は瞬間接着剤もびっくりするほどの粘着力が強いタイプで、ずっと嫁いびりをやめなかった。私はだんだんと耐えきれなくなり、言い返すようになった。本当にまずいわね。あんたの料理は。こんなものを新婚の時にマサトに食べさせてたの？信じられないわ。だったらお母さんが料理を作ってお手本でも見せてもらえます。今日の晩ご飯、お母さんが作って何も言わずにマサトに食べさせてみてくださいよ。その時に彼がとても美味しいって言ったら、私もお母さんの方がすごいと認めますよ。義母は私がまさかそんな風に挑発してくるとは思わなかったようだが、喧嘩を売られて逃げるのはプライドが許さないようで乗ってきた。いいわよ。見てなさい。あんたより私が優れてるってところを見せてあげるから。そう言って鼻息を荒くしながら料理をし始めた義母。私はどんなもんかと楽しみにしながら、久しぶりに料理をしないでゆっくりとした時間を過ごした。そして夫が帰宅し、食事の時間にバレないように普通を装いながらもそわそわしている義母。そこで夫が食事をしながら一言。なんか今日のご飯味付けが変。いつもより美味しくないかな。のぞみにしては珍しいね。夫がそのように言ったのだ。義母は目を見開いて驚いている。私は心の中で特大のガッツポーズをした。私は種明かしをしようと、実はね、今日はと説明しようとした。すると義母は、そうね、のぞみさんちゃんとしないと、専業主婦なんだから美味しいご飯を作らないとダメじゃないと言ってきたのだ。いやいや、自分が作ったもんじゃろうがいと心の中で突っ込んだが、いちいち反応するのもめんどくさかったし、何よりそんなことを言っている義母が一番悔しいはずだ。だから私は義母を見てニヤニヤしながら、すいません、今日はなんだか調子が悪かったみたいですと言ってやった。その時の義母の悔しそうな顔は今思い出しても笑える。それからというもの、私は自分が無理だと思ったタイミングには義母に言い返すようになった。義母は私が言い返してくるたびに動揺して怒っていたが、私はそういう脅し的な感じのものには動じないので、許容範囲を超えてくるものには真っ向から対決した。すると義母はどんどん不機嫌になり、日中は部屋にこもるようになった。私としては必要以上に義母と関わらなくて済むようになったので、とてもありがたい。だがそんな中、仕事から帰ってきた夫が私に話があると言ってきた。一体どうしたの？母さんから相談を受けてるんだ。のぞみに嫌がらせを受けているってな。え？日中に居間に出てくるなと言って部屋に閉じ込めてるそうじゃないか。ちょっと待ってよ。
お母さんが勝手にこもってるだけだよ。私は何にもしてないわ。本当か？だって母さん、相当辛そうにして、俺が昼休憩の時に電話してきたんだぞ。そんな。すると義母が今にやってきた。マサト、いいんだよ。人には相性ってものがあるから、のぞみさんにとって私は仲良くできない相手ってことなんだろう。でも私は嫁と仲良くしたかったよ。せっかく欲しかった娘ができたと思ったのに。そう言って目を両手で押さえて泣き出す義母。きっと嘘泣きなのだろうが、夫には効果的だったようだ。母さん、ごめんな、俺が気づけなくて。のぞみ、ちょっとひどいぞ。お前がそんな性格の悪いやつだとは思わなかった。ちょっと待ってよ。あなたは私の話は一切聞いてくれないの。母さんが嘘でこんなに辛そうにするわけないだろ。私はお母さんから嫁いびりを受けてるのよ。被害者は私よ。私が必死になってそう言っても夫は信じてくれなかった。私が嫁いびりなんてするわけないじゃない。マサトなら分かってくれるでしょう。ああ、そうだな。母さんがそんなことをするわけがない。のぞみは少し自分の行動を反省してくれ。母さんはまた何かあったら俺に相談してくれよ。ありがとう、マサト。あんただけが頼りだよ。義母は確実に夫を自分の味方につけることに成功した。私のことを全く信用してくれない夫に正直絶望した。義母が夫のことを溺愛しているように、夫もまたマザコンな部分があったようだ。そしてそれからというもの、義母は強力なバックを得たかのように私をいびってきた。家事をどんどんやらせて、その度に文句を言って気持ちよさそうな顔をしている。本当に性格が悪いなと思った。しかも私が少しでも言い返すと義母は夫に告げ口をして、私は夫に怒られるという流れができてしまっていた。私はこんな生活はもううんざりと思い始め、離婚の二文字が頭に浮かび始めていた。そしてそんな時、思いもよらない出来事が起きた。それは夫と義母に無理やり外に連れ出された時のこと。義母が買いたいものがあるからと私は車の運転をさせられた。夫に運転させればいいのにと思ったが、仕事で疲れている息子に運転などさせたくないとのこと。断ると夫に怒られるので仕方なく従った。そして買い物を済ませた帰りに公園の近くを通ると、義母が突然自然の中を歩きたいわと言い出した。私はすぐにでも家に帰りたかったのだが、夫もそれじゃあ少し歩こうと言って私に公園の駐車場に入るように指示した。私はここで待ってると言ったのだが、義母があなたも来るのよ、ノリの悪い子ねと言い、夫も母さんが一緒に歩こうって言ってるんだから降りろと命令してきた。ここでごねるとまた面倒なことになるので、私はおとなしく従うことに。そしてだらだらと夫と義母についていきながら公園内を散歩していると、池にカモがいるのを発見。義母がかわいいわね、と言い、近づいたので夫もそっちに行った。私は一歩引いて見ていたのだが、義母に、あなたも近くで見なさいよ、と言われ、夫が早く来い、と言ったので仕方なく近づいてカモを見ることに。すると義母は、ほら、もっと近くで見なさい、と言って、自分はちょっと下がり、私を前に誘導した。その時、背中にドンという感覚がして、気づくと私は池に落とされていた。キャー、バシャン、という音がして私は全身が池の中に。慌てて立ち上がると、池が浅かったようで、足がついた。義母はずぶ濡れになった私を見て大笑いしていた。意外と浅いのね。残念。夫も一緒になって笑っている。おいおい、
カモがびっくりして善は逃げちゃったじゃないかよ。信じられない。こんなことをして嘲笑うことができるなんて、どんだけひどい性格をしてるんだ。私はこの時、夫と絶対に離婚してあの家から出ていくことを心に決めた。それからは離婚の準備をするので忙しかった。義母の目を盗んで弁護士の依頼をするのはなかなか大変だった。あまり外出時間を増やすと浮気だなんだと言われて夫に報告されて面倒なことになってしまう。かといって家で電話をしていれば盗み聞きをされて厄介なことになりそうだった。だから慎重に行動せざるを得ず、思いのほか時間がかかっていた。そんな時だった。ある週末の連休の時、義母と夫が、今から俺たちは沖縄に旅行に行ってくるから留守番してろよと言ってきた。あんたの分の航空券とホテル代はもったいないからないわ。もし来たかったら自腹でついてきなさい。義母はニヤニヤしながらそんなことを言ってきたが、私にとっては逆に好都合だった。この隙にいろいろと準備を進められる。嬉しい気持ちを抑えて塩らしい演技をした。私は家で留守番をしています。どうぞ楽しんできてください。義母は勝ち誇った顔をしながら、掃除だけは抜かりなくするんだよと言って夫と一緒に出て行った。それから私はすぐに弁護士を呼び、いろいろと細かく手続きをした。実は義母から今までいびられてきた時の会話はずっと音声に録音していた。そして夫が私の見方を全くしてくれない時の会話も録音していた。これらはかなり有効な証拠となったようだ。弁護士の方は、これだけ揃っていれば十分に向こうの有責離婚になりますと言ってくれた。だがそんな時だった。いきなり私の元に病院から電話が。なんと義母と夫が車を運転中に接触事故を起こして大怪我を負ったとのこと。現在は二人とも病院に運ばれたとのことで、すぐに来てほしいと言われた。私は慌てて病院へ。二人ともぐるぐるに包帯を巻いていて、義母は眠りについていた。のぞみ、来てくれたのか。あなた、大丈夫。どうして事故なんか。母さんと一緒に旅行先のグルメを調べてたら、信号を見誤っちゃって。赤信号なのに発進しちゃったんだ。私は呆れてしまった。完全に自分たちが悪いじゃないか。話を詳しく聞くと、接触事故の相手側はほとんど無傷だったようで、安心した。こんなバカみたいなことで向こう側が大怪我を負っていたら、かわいそうで仕方がない。夫はひどく落ち込んでいるようで、その原因は義母の怪我のことについてだった。母さん、怪我の具合が相当ひどいようで、半身不随になって介護が必要な状態みたいなんだよ。私は義母の怪我よりも介護というワードに寒気を感じた。そうなんだ。だからのぞみ、母さんの介護よろしく頼むな。は、こいつは一体何を言っているのだろうか。自分が大怪我を負わせたのだから、自分が責任を持って世話をするべきだろう。どこまでも思考回路がおかしい夫に私はとことん呆れてしまった。そしてその後、義母と夫が退院して家に帰ってきた。私としてはようやく夫に離婚を切り出せるタイミングがやってきたという感じだ。夫はすっかり怪我が治ってピンピンしているが、義母は本当に介護が必要な状態で、専用の介護ベッドを用意したり車椅子を用意したりと、かなり大掛かりな準備が必要だった。じゃあ母さんをよろしく頼むな。夫はそう言って私に全てを任せて会社に行った。本当に自分勝手な人だなと呆れたが、もう顔を見ることはないのでどうでもよかった。私は夫を見送った後、自分の荷物をまとめ始めた。するとその時、義母が自室のベッドの上で私を大声で呼んだ。
しばらく無視をして荷物をまとめていたのだが、いつまでも叫び続けるので仕方なく行くことに。あんた、やっと来たわね。どれだけの間呼んだと思ってるのよ。声が枯れてしまったわ。すいません、他のことに夢中になってて。それで一体何の用ですか？トイレに行きたいのよ。え？だからトイレ、漏れそうなの。ああ、トイレですか。私はベッドの上でそのように言う義母に満面の笑顔でこう言ってやった。ご勝手にどうぞ。義母は目を見開いて驚いている。え、ちょっとどういうこと？あんた、早くトイレに連れて行きなさいよ。嫌ですよ。なんで私がそんなことをしないといけないんですか？ふざけないでちょうだい。あんた、こんなことしてマサトが黙ってないわよ。ええ、そうでしょうね。でももう私には関係のないことですから。は。私、マサトさんと離婚します。え。今から出ていくので介護はできません。そんな。待ってよ。あなたが今出て行ったら私を誰が介護するのよ。ここに残りなさい。離婚だなんてバカなこと言ってないで介護をしなさい。そんな状態でもまだそんな風に怒鳴れるなんてすごいですね。逆に尊敬します。ですが、私があなたの介護をするなんてことありませんから。今までどれだけ私を苦しめてきたか分かってますか。あなた、私を池に突き落としたんですよ。あれって立派な暴行罪ですよ。警察に通報することだってできたんですからね。ちょっとふざけただけじゃない。そんな大げさな。あれを大げさだなんて表現できる時点で人として終わってますね。やっぱりあなたは最低です。私が受けた精神的苦痛の数々、離婚後に慰謝料として請求しますから。そんな。ごめんなさい。私が悪かったわ。今までの行い謝るから。へえ、ちゃんと謝れるんですね。でも絶対に許しませんが。私はそう言って家を出る支度をして荷物を持った。のぞみさん待ってよ。一人にしないで。トイレ行けないじゃない。おしっこ漏れちゃう。大丈夫ですよ。ヘルパーさん呼んでますから。なんだ。それを早く言いなさいよ。このクズが。ほら、やっぱり何にも反省してないじゃないですか。いや、これは違くて。もういいですよ。離婚することは絶対なので。では。ヘルパーさんはいつ来るの？確か15時くらいからです。え、ああ。義母はヘルパーさんが来る時間が予想以上に遅かったことにびっくりして絶望したのか、おもらしをしてしまったようだ。恥ずかしさや屈辱から義母は正気を失った顔をしていた。私はそんな義母を横目に家を出た。そして夫にはテーブルの上に離婚届があるので記入をお願いします。もう会話はしたくないので、後のやりとりはすべて弁護士を通してください、とメッセージを送っておいた。案の定、夫からは鬼電が来ていたがすべて無視してやった。その後は弁護士を通して、夫に離婚と義母からの精神的苦痛についての慰謝料を請求。最後まで夫は離婚を拒んでいたらしいが、十分すぎる証拠の数々に裁判では勝てないと判断し、ようやく離婚を受け入れた。元夫は私への慰謝料を支払い、そして義母の介護のためにヘルパーを雇うことになったため、一気に生活が苦しくなったらしい。義母は
私がこんなことになったのはお前のせいだと元夫を罵るようになり、元夫も母さんがのぞみをいびらなければ離婚にはならなかったと毎日喧嘩をしていて、お互い精神的に参っているそうだ。そんな近況をつらつらと書いてメールを元夫が送ってきていたが、消去して連絡先はすべてブロックしてやった。一方、私は元夫と元義母が入院している間に仕事と新居を決めていたので、問題なく一人での生活を送れている。今は久しぶりに社会人として会社勤めができて、とても楽しく充実した時間を過ごしている。しばらくは仕事に打ち込みながら、新しい趣味でも見つけようかなと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。